もうね、本当にね、話したいことありすぎてね、本当にね、まだね、1億分の1しか話してないんだよね。どうしようかね、本当に。<laughs> 今日12時間ぐらい配信できそう。あ、だし、もうホテルも超楽しかった。いっぱい話したいことあるし、そう、本当にやばい。もうどこから話したらいいかがわかんない。だし、そう、他店の方との交流の話とかもね、すっごいしたい話いっぱいあって。 そう何個もね感動したこといっぱいあったんだよねやばいやばいなんかよいしょ「前太郎さんハートありがとう」そういっぱい話したいことあってそうなんですでも本当に昨日はねもう生きてきた中で一番幸せだった本当に楽しかった本当にもうみんなにも味わわせてあ 味わってほしいくらいこの気持ちを楽しかったよなんかね本当に朝は不安ででもいっぱいだったんですよでもでもなんか始まってからは始まってなんか ST U 48「STU48 清水さら」とか言って礼するところあるじゃないですか入場のところ。 あれぐらいからすごい気分が上がったそう熊ねパパさん小槌ありがとうあペンライトタワー えー、ありがとうございますペンライトパタワー。えー、嬉しいですありがとうございますありがとうペンライトタワー。くっちゃん、ありがとうございますそんなにいっぱいあったんだありがとうそう、なんかね、私は、あれ、本番にね、強いタイプだかなって自分で思ってたけど、でも、でもやっぱり本番はね、 100点っていう感じじゃなかったでも歌は結構ねところどころあるんだよそれでももう会場の雰囲気とあの感動にで全然なんだろう私的には何の悔いもないですあそこ間違えたことが悔しいとか思わないかな 途中まで余裕だったけど、嘘余裕な瞬間はなかったよ、ステージ立ってて。ステージ立っててるときは、余裕な瞬間はなかった。頭はね、ずっと動いてた。なんか。ね、例えば何考え、なんか、でも、最初の方はずっと動いてたけど、サビぐらいになると、やっぱりね、無心ってこういうことなんだって思った。 何のね、雑念も何もなくてねいつも歌ってる時は私は今日の夜ご飯何食べようかなとか思ってるんだけど昨日は本当にそういうのがなくてなんかもう本当に気持ちいいって感じだった楽しいって感じだった <laughs> <laughs> そうなんかここでここのね配信で前 審査員さんの顔を見てしまうとか、あ、今、こういう表情をしたっていうのが気になったりするみたいなことを話してたんですけど、本当に一切なくて、審査員さんの表情とか、今日の夜ご飯何かなとか、何も考えなくて、本当にね、なんか、もうね、歌詞の中に入り込めたよ。もう自分が物語の主人公だって感じになれた。うっちーさんおめでとうありがとうボロ泣きにしてありがとうえー。 みんな泣,か泣けましたイ <laughs> さんお疲れありがとうあそう吉正さんにお会いできたんですよあの今やってる牧泰公演の,そうイおの曲を作られた井上義正さんが昨日はおられてそう昨日ね 昨日は下口,下口ひななさんがあのそうあのステージを見に来てくださってたんですよねそしたらなんか終わった後に話しかけてくださって私のところに来てくださってわざわざでなんか「おしめん!」ってすごく言ってくださってなんか「写真撮りたい」みたいな「撮りたい」みたいなことを言ってくださってすごいたくさん褒めてくださったんです。 可愛い,いとかを言ってくださったし、それで <laughs>、そう、それで、もう私ずっと可愛くて緊張してて、そう、でもね、最初ね、私、島口さんってことが分かってなくて、そう、どこの、どこのグループの方ですかって聞いてしまって、本当に申し訳なかったんですよ。本当に、本当に申し訳なくて、今日も考えた。本当に思い出しちゃった。今日も。本当に申し訳なくて、マスクしてて、 なんか、<laughs> そう、マスクしてて、顔ここぐらいまで隠れてて、でも私、ショールームとか見てるんですよ、よく。ツイッターとか。で、この前も成人式のツイッターを見たばっかりだったんですよ。成人式成人式だっけなそうそう、成人式だ。あの、浴衣浴衣みたいな。着物の写真を見たばっかりで、いや、見ましたよ本当に見ました。そう。それでわからなくて、 そう、着物写真を見てばっかりで、見たんですよ、この前もね。だけど、あ、振袖か、振袖。着物じゃなくて振袖。だけど、わからなくて、それで、えー、って思ってたら、その時に、井上義正さんが来られて、でも井上義正さんのこともわかってなくて、なんか、キングレコードの方かなって思,思ってて、それで、なんか、 その話を、私と、下口さんと、日の上さんがいるときに、下口日なのです、みたいなことを、下口さんが言われてて、えっ,ってなったんですよ。えっちょっと待ってってなって、めっちゃびっくりして、そう、えっ,って、今まで写真撮ってたのは、みたいな、えっ,って、あんなに私のことを褒めてくださったのは、下口さんだったのですかって思って、乗って、もうめっちゃびっくりして、え、そう。それでなんかめっちゃ申し訳なかったんです、本当に。 でしかも帰った後にそうその時には井上志正さんってことに私は最後まで話し終わるまで気づかなくてキングレコードの方とかかなって思っててそれで帰った後に下口さんのツイッターに出していただいたんですけどそれで「吉正さん」って書かれてて「えって!?」てまさかの僕隊 木体のあの僕隊の曲を作った井上嶋佐さんと私が写真を撮っているってそう帰ってから興奮してそうそうなんですよ今のね私のホーム画面なんですよそのスリーショットが嬉しすぎてそういや審査してる時は分かってた分かってましたよ井上嶋ん僕隊の曲を作られた方がいるってことはもう 前かから分かってたんですよそうだけど近くに来られると分からなくて下口さんのことももちろん知ってましたもちろん分かれてたけどそう近くに来られると分かんなくてでもすごくね背が高くてもう小顔でもうオーラがすごかったです「ブルーシティさん小槌ありがとう」映像めっちゃね興奮してしまった。 そうえそうなんです実際見るとわからないことあるんですそうゴリラゴリラが素晴らしいよねゴリラゴリラって何そうそれでね昨日は感動の連続でしたしかもなんかあのー ヘアメイクさんが広島の方とはまた別の方で東京のね方なんですよ。それで初めてお会いする方だったんですけどそうヘアメイクをしてくださってるうちにすごくね仲良くなったんですよね。それでそのヘアメイクさんにあのいつもね AKB さんとかをやられてるんですかって聞いたら坂道が多いってその方が言っててえーそうなんですねって言ってて で私、すごく松村さゆりさんのことが大好きなので、松村さゆりさんのヘアメイクやられたことありますかって言ったら、あるっておっしゃってて、それにもね、感動した。そうなの。なんか、朝ね、来てすぐもう、行ってすぐね、そのことを知ってね、もうテンション爆上げでした。そう、みんなにマウントできるって思ったよ。そう。<laughs> <laughs> あしかもそ,うそれもねしたら推しメン推しメンは,めめは、ま、そう私の芸能界のおしめんは松村さゆりさんと,と鈴木愛理さんがもう大大大好きなんですけどそう鈴木愛理さんはいつもなんかバンドのチームみたいな感じの方々と一緒にいてでツアーとかいつも回られててそのコーラスの a m さんっていう方が。 アミさんんっっていう方があれだったんですよその鈴木愛理さんのバンドのチームでその中にの方でメンバーの方でそれでこの前予選の審査にアミさんっていうのが発表された時にそう「アミさんじゃん!」ってなったんですよ私もう3年くらい前から知ってたからそうだからなったんですけどそしたらたまたま STU の楽屋とアミさんの楽屋が向かい合わせ すっごい口近くて、その廊下のこっち側がイステでこっち側がアミさんって。正面で、そう、アミさんが出たところで私がたまたまタイミングよくアミさんに会えて、アミさんとお話できました。<laughs> それでアミさんとツーショットも撮っていただけて、みんなにはね、ちょっとお見せできないかもしれないんですけど、私は昨日はね、一日で二人の締面に近づけました。モスターさん、ハートありがとう。 嬉しかったしっかりねおたかつもできましたよそう星田さんあ,ーありがとうちょっとごめんなさいマウントマウントを入れちゃった羨ましいみんなああそう村山優りさんはあんまりお話できなかったんです なんかね、ゆいりーさんはもうずっと昔からショールームでお話ししたいっていうのを言ってたんですけど私はできなくて、まあ、時間がなかったのとタイミングが悪くてできなくてでも池田ちゃんは話せたそうなんですよゆいりーさんが近くにいてたまたまいた時があってそしたらなんか池田ちゃんが「しーちゃんのこと話しといたよ」みたいな。ゆいりさんに C ちゃんのこと話したよって言われたけん、なんて話したんって言ったら <laughs>、私、LINE のアイコンがユイ e d さんだったんですよ。前に。で、そう、もう一人 STU の子、STU の清水さらちゃんっていう子は、<laughs> LINE のアイコンをユイ e d さんにするくらい、イ e d さんのことが大好きなんですって <laughs>。で、そう、あの、池田ちゃんがユイ e d さんに伝えて、 くら、くれて、そう、私に話すきっかけをくださってくれたんです、いけちゃんが。だから、ファイナリストライブの時でも話したいなって思ってて。そうで、そう、びっくりしたのは、今日ね、そう、ずっと寝てたんですけど、ほぼ。そう、今日ね、起きたらね、ゆいりーさんにフォローされてて、ああ <laughs> ってなりました。そう、広島に帰ってきたんですけど、今日。 ちょっとびっくりしちゃった。フォローだよそう、しかもね、あんまりお話できなかったから、そう、認知じゃないかなって思ってたら、認知されてて、ね、びっくりした。え、本当だよねフォローされてたよね大丈夫だよねぬか喜びじゃないよねえ、どうしよう自分のフォロー欄と間違えてないかな合ってるかなちゃんと。え、合ってるかなぬか喜びじゃないかなどうだろうちょっともう一回見てみよう。萌太郎さん、ハートありがとう。 夏目さんレインボースターありがとうちゅうちゅうさんいいねありがとうかいかいさんもいいねありがとうえ間違えてないよね大丈夫かな嘘え嘘え大丈夫だと思うよくわかんないんだけどそうフォロワーねそう200人くらいね増えたんですよ 嬉しいですフォロワーさんありがとうございますフォローしてくださった方私ツイッターがすごく好きでそう2期生ツイッターが私の個人ツイッターが始まる前からもうずっと昔からねツイッターが好きなのでそう好きなのであれでした 私、ツイッターは結構力を入れて、いい写真あげようっていつも思ってるので、ぜひフォローしてくれたら嬉しいです。あ、最後になってるよかった嬉しい。嬉しいです。フォローされてたよかった !AKB グループの中で、 いいっぱい通知が来たえ今私が言ったからからな私フォローしてくださったら全員見,見れるように全員ツイッターの通知取ってるんですよその今私がフォローしてくださいって言ったら本当にツイッターから通知が来たよすごいジュンさんハートありがとう本当にみんなフォローしてくれたの今ので嬉しい今ねここに通知が来るのそうさら全員ね 全員見たたいからフォローしてくださった方そう誰がねファンのことフォローしてくださったとかね気になるから全員ね通知来るようにしてるんですよそうすごい嬉しいこんばんは通知取ってますだからみんな知ってるよ <laughs> あ、審査員特別賞に言いがやてさあちゃんが喜んで、そう、めっちゃ嬉しかったですゆいりさんって言われた時に、もう、私ファンなので、本当に嬉しかった。そう、しかもファイナリストライブね、一緒に出れるっていうのも本当に嬉しい。ま、ダフォローしてくださってありがとうございます。いっぱい通知来る。 ドカワキさんレインボースターありがとうそう感動しましたいやーでもねー頑張ろうって思った昨日ので私はアイドル人生を再スタートさせるので <laughs> <laughs> ぜひ皆さんこれからもサらのもよろしくお願いします竹中さん話せましたあと湯浅さんとかもキングレコードの方がちょっとこっち来てって言ってくださってそうなんかたくさん褒めてくださったんですよなんか15歳みたいなすごいねいろんな方と話せました昨日は大人の方でもみんなねすごい優しかったです誰も怖い方いなくて 大工の計算大工の計算、リンボスターありがとう本当にもうファイナリストライブが楽しみで仕方ない。いつあるかなってめっちゃ考えてます。 <laughs> ソロの話をされなかったよ昔 <laughs> イケメンだったんだよって <laughs> 今でも今でもイケメンですよ岩瀬さん今予選動画見てた時とサラプロ完全復活してた嬉しいどうでしょうか私は復活してましたでしょうかえー、でもね昨日はね 自分でちょっとね復活できたかもしれんって思ったふふふふ復活できたなんかねいやでも STU に入ってから一番ぐらい頑張ったことかも一番ぐらい頑張ったよいろいろね頑張ったことあふふ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 ふ 試行錯誤いっぱいしました。歩き方とかもね、研究したんだよ。革命少女の時のキラキラ声出たかな嘘ありがとう。いっぱいフォローありがとう。ツイッター大復活やんって。ありがとう。自分へのご褒美や。昨日は、 <laughs> 昨日はこの話もね、もうね、もう10時間ぐらいできるぐらい楽しかったよ。昨日はホテル帰って池とパーティーしました。<laughs> 池とオールしました。オールパーティーして。マジね、もう本当にね、楽しかった。もう本当にやばかった。もう池といろんな差し入れを食べました。なんかね、昨日はね、いろんな差し入れをいただいたんですよ。あの、他のグループさん、 とかからもだし、あと、ななさんのお父さんからもお菓子をいただいて、ホスターさん、ハートありがとう。なんかね、オール、オールしようっていう約束もしたけど、でも寝れなかったっていうのが一番ある。でもね、なんか歌唱力終わって、もう一息ついた時に、ねえねえ、今日パーティーしないって、ホテルパーティーしないっていう話をね、意見とやして約束したんですよ。 <laughs> 今からパーティーしないって言ってコンビニに行ってパーティーパーティーをしました池と <laughs> パーティーしないってね池が目を輝かしながら言ってくれたんですよもうそれでホテルホテルじゃないベッドでもうベッドで <laughs> ゴロゴロしながらすごいいろんな動画見たみんなさんの予選の動画を予選皆さんの歌ってる動画を見たし そうテレビも見たしもういろんな話をしておいしいものいっぱい食べてもうそう本当に楽しかったいやでもねコンビニ商品でパーティーしたけどもうスイーツはね買ってないあのねはんあのそんなね何もやばいものは買ってないんだもっと痩せようって思って「洋次さんレインボースターありがとう」 あの人いつもオールしてるってそうだからね今日の朝までね一緒にいたんだよオールしてたんだよけど <laughs> そうでも今日からねもうラン,ランニングしますね私今から終わったらカブラーメンは食べたいカブラーメンはそう食べてないね本当に本当に食べてないよ でもね、もらった、なんかお弁当とかがね、すごい豪華で、夜ご飯のお弁当は、食べる時間がなかったので、ホテルに持って帰ってから食べました。もうね、美味しかった。またメールで送りますね。そう、最近あんまりメールが送れてなくて、イベントとか歌唱力の練習とかあって、で、今日も広島に帰ってきてから、 その、オールの、オールで寝てて、メールがね、まる2通しか送れてなくて、申し訳ない。本当にごめんなさい。明日からいっぱい送ります。もう、話のネタ多分無限にあるので。でも本当にね、たくさん思い出があって、この、この記憶だけで90年ぐらい生きれるなって思った。もう、このネタで私生きていこうって思った。萌た太郎さん、ハートありがとう。 ハンナさんおめでとうありがとう人気アップにはランニングのおせいかも絶対あるし服も靴も似合っててほんまにベストコンディションやったら嬉しいありがとうそう頑張ったんですよねあとね服と靴もどうでしたお洋服衣装私は自前のやつなんですよねアメリカから取り寄せたんですけど そう。あの衣装は斎藤スカさんとお揃いで、ちょっと私は、一日だけ斎藤スカさんになれたかもしれないです。なんか言ってごめんなさい。セイラさんレインボースターありがとう。萌太郎さんハートありがとう。あ、よく知ってますね。ブルーアイスとミルクレッパープ私好きなんです。そう写真もね、あのー、いろんな48の方に撮っていただけたので、 ありますあと、全身写真もあります。昨日はね、肩が出てる衣装だったんですよ。どうでした <laughs> そうそうそう、自前なんですよ。同じ衣装買いたいって。買ってもいいですよ。お揃いですね。そう、ショールでした。似合ってた。ありがとう。ブーツは、ブーツはね、全然実に買いに行ったんだよ。 肩のラインが綺麗に出てたえそう頑張ってねダイエットしたんですよ肩が出るからちょっと肩ムチムチじゃなかったかな <laughs> 頑張ったんですよちょっとここがさ出してるのにさお肉があったらちょっと嫌だったからさかわいいありがとうどこの国えどこの国どこの国なんだろうねアメリカ多分アメリカだと思う普通に <laughs> 私ごやることは何もないありがとうプニンプちゃったそうここねちょっと見どころなんだよ <laughs> 肩見どころ左肩何々あの大きかった何だろう左肩あそう田口真奈香さんとね池田ちゃんと私でねボブのす 3人でで写真が撮れたんですよ私も撮って、私の携帯でも撮ってもらったので、載せますね。すごいね、優しかった。田口真中さん。本当に優しい方で。でも皆さんね、優しい方でした。すごいね、オーラがあってね。 なんかいい意味ですごい話しかけづらいくらいのすごいキラキラオーラがあるんですけどすごく話しかけてくださったり48グループは温かいなって思いましたありがた口さんそうありがた口っていう言葉のね私は使用許可を得ましたよ。 <laughs> 深夜さんバラありがとうそうまあ楽しみにしていてください古畑さんお話でうんいっぱいはねできなかったけどできましためっちゃね優しい方でしたえもうみんな優しいし古畑さんはお顔がこんなんだけど目はこんな すっごいくりくりで可愛かっためっちゃすごかったかいかいさん花束ありがとうひなそうひななさんもねこんななんだろう後輩で後輩というかもうすっごいすっごい後に入ってきてそう一番最後にできた STU ってグループのさらに一番後輩の私にあんなに話しかけてくださるなんて優しいなって思いましたこんな私は 身分なんですけど <laughs> すごくねいっぱい話してくださって嬉しかったあそうしおみんさんともね話せましたしおみんさんはあのー、そう出る行く前からもうお話ししたいなって思ってたので話しかけられて嬉しかったなんか よかったですみたいなことを言ってくださってでそう写真も撮れてしかもファイナリストライブの時もしおみんさんは同じグループで行けなかったんですけどわざわざ私に頑張ってくださいって言いに来てくださって本当に優しい方だなって思いましたそう 正民さんのブルーバード、すごかった。あんなに歩き回る余裕、さらはないよ。ようまま。ゴリにして、ありがとう。そう、それしかもツイッターに載せてくださってて、私がリップを返したらね、すぐ返してくれ、くださいました。そうし、で、アイドルになってね、一年も経ってないのに、やばいですよね。本当にすごい。 いやでもみんな本当にいい方だったあ三村ひノさんとお話できました三村さんは私から話しかけたんですけどすごいね優しくて何のお話したかなそう歌何の曲歌うんですかとかでもめっちゃなんか大人な雰囲気で お上品で見習いたいなって思いました。なんか姿勢とかもいいし、口調とかもすごく丁寧で、そう、自ら言ったんですけど、自ら、で、まなかさんも、そう、自分から話しかけました。そう、そう、なんかお嬢様っていうか ホスターさんこたつありがとうそう今ねコロナのあれであんまりね他グループさんとお話しできないので嬉しかった総監督さんミーヨンさんできなかったできなかったです うーん埼玉県出身そうなんですね他のなんか他の方の歌はあんまり聞く余裕がなくてメイクの直しとかその歌の確認とか結構いっぱいねやらないといけないことがあって一応楽屋にモニターがあるし 音漏れとかも聞こえてくるんですけどそんなにねあんまり聞こえなかった辛うじて誰かの誰の声かの判断ができるっていうぐらいそういうぐらいなんだよねどんに今日いやいやいや今ファンいいですよいやでも今いてくださってるファンの方はコさんですね サラは1曲目は2番目もう一番最初のグループの2番目だったのでこの大会で2番目に歌いました2曲目は3番目でした8人中いや結構時間あったけどあっという間だったんだよ裏にいるとそうめっちゃねなんかいそいそとしていました いや、生バンドはえ、やっぱりね、あれと違いましたね。CD と全然、CD、いつも流れてる音源と違いました。なんか音が立体的な感じがする。よりね、なんか気分が高まります、生バンドは。生バンドで歌うこととかなんかもう人生でないので、初めてなので、すごかったよ、本当に。 楽楽ししい本当に楽しかった審査員の方とはねあんまりお話できなかったんですミチがミッキーあそう私あの「ブギートレイン03」っていう歌を歌われてたんですけど今村美月さんがあの歌をさらはファイナリストライブでもし行けたら歌いたいって思ってた曲でそうミッチさんが歌われててびっくりしました。 私あれカラオケのお箱なんですよ。あなたはモテモテスーパーセクシーボーイってやつ。明日はチューチューメルヘンカイド。そうテンション。テンションもね、だんだんどんどん上がっていった。でも2曲目より1曲目の方がやっぱり緊張した。2曲目はなんかもう。 一曲目を歌った後に達成感でいっぱいで、順位にとらわれてなかったから、もう、どうなってもいいやって思ったから、どうなってもいいやって思ってないけど、結果、結果が1位じゃなくても、もう、すごくいい気持ちで終われるっていうのは分かってたから、銀曲目は緊張しなかった。 すご5位でした。でも5位っていうの知らなくてさ、舞台から降りてさ、ツイッターでね、清水さらって調べたらね、5位って書いてあって、それで知ったんだよ。えー、それ5位なんだって思ったもん。嬉しかった。楽しそうに歌う姿が印象的だったねって。ありがとう。えー、でも楽しかったよ、本当に。本当にやばかった。もう感動だった。もうあの あの時間をああやって味わえたことで、もう、もう今世は私に生まれてよかったですね。私は清水さんに生まれてよかったって思いました。それぐらい、みんなにも味わってほしいよ。そう、後悔ないよ。ちっちゃいミスはいっぱいあったのに後悔ないって思えるもん。本当にね、もう会場の凄さに、そう、あれしました。感動した。そう、自己肯定感上がったよ。 そうめっちゃ上がったよ昨日で楽しんでたと全然続けたらね絶対昨日さ出た中で私が一番楽しんでたかもしれない。 ベスト出した出した。めっちゃ出せました。逆にするかなファイナリストライブ。ファイナリストライブはね、でも歌いたい曲あって、そう、もう、もうね、多分、歌いたい、サラが歌いたい曲は全然、サラのね、ジャンルと全然違うから、あれなんだけど、みんなはね、それを、それを望んでるような歌かわかんないんだけど、 もうね、ずっと歌いたい曲あった、あるんだよね。何,何年もあってわけでもないけど。ずっと1年ぐらいね、もしいけたら歌いたいって。でも、歌唱力の結晶で歌うよりは、ちょっと挑戦すぎるって思,思ってる歌だったから。だった。1曲目と2曲目の順番はすぐ決まった。えっとね、2曲目は、もう、そう、1回目からずっとね、あの曲がいいって思ってた。 1> 私、一回目、もう曲は決めてたんですけど、一回目の二曲目も、モアナでした。そう、絶対に二曲目はもう確実に、モアナの歌にしようって思ってて、一曲目は、あれだった。結構ギリギリまで悩んだよ。それで、あの、曲を確定する、確定しないといけないっていう日の前日に変えました、二曲目は。 でも今となっては、本当に形あるものにしてよかったって思った。そのね、曲を決めた頃は、もう一曲歌ったら、もう声が枯れてて、本当にこれ大丈夫みたいな。そう、その曲に決定した日も、一曲目形あるものにしようって決めた日も、帰って歌ってみたら、すっごい下手で、本当に声が出てなくて、もう絶対これ、 あれじゃんって、ファイナリストライブいけんじゃんって思って、どうしようどうしようってめっちゃ焦ってたけど、練習したらね、結構ね、自分で言うのもなんだけど、いい感じになったんだよ。そう。今ではもうあの曲、あの2曲にしてよかったって思いました。そう、選曲もね、え、私は昨日はもういろんなコンディションが良かった。昨日は声のコンディションもすごく良くて、 さらね、大体ね、その大事な日の前日に何かが起こって <laughs>、何かが起こったりして、本番いい、あれで出れないんですよ、コンディションで。予選の時も、声が枯れてしまって、前日に配信で歌いすぎて。それでも、すごいね、応急処置をして頑張ったんですよ。薬とかを買って、夜に買いに行って、夜中に。そう、だけど、そういうこともなかったし、そう、 ダイエットもねいつもよりも成功できたし肌もねいつもよりね綺麗なコンディションで出たしそういろんなコンディションが良かった配信のせいっていうかでも配信で歌ったのがもうそもそも自分で歌おうと思って歌ったので私のせいなんですけどそうだから昨日はね全部の運が良くて。 いいステージにできましたそうだけどね次はね優勝を目指して頑張りたいいと思います私は5位だったんですけど本当に歌唱力のために生きてるくらい楽しみだったからこの練習期間も楽しかったからまたね来年これができると思ったらワクワクして仕方がないだから5位でよかったな5位でよかったというか そう、またね、来年もこの気持ちを味わえるのは、そう、5位のおかげだから、1位取れなかったけど、本当に良かったなって思う。でも、ファイナリストライブもね、近々あるので、頑張りたいと思います。そう、トレンドもね、嬉しかったです。ありがとうございます。あ、そう、そうだ読みます。そうだ。くっちゃん、あ、間違えた。13位だった。13位、せいなさん、ありがとう。12位、キブピーエさん、ありがとう。 11位フォスターさんありがとう10位ティウェールさんありがとう9位エンちゃんありがとう8位安兵衛さんありがとう7位かっこうちゃんありがとう6位あきまんさんありがとう5位森ちごにちさんありがとう4位熊根パパさんありがとう3位つおじさんありがとう2位夏目さんありがとう1位くっちゃんありがとうございました皆さんありがとうございました本当に。 本当に昨日は最高の一日でした。ありがとうございました。これからも頑張るね。ここがスタートだと思って頑張ります。ありがとうございました。そう、ありがとう。これからも見守っていてください。ありがとうございました。